いい戦いぶりだったぞ。 建設業務開始だ。 さっさと片付けしまいますか。 全員ぶっ殺してやる。 守りきれ。いい調子だ。 守りきれ。どこに行った方が勝つんだよ。
Majima Kensets. Today's job is complete. よくやった、お前ら。シャルタ店で飯なんて初めてだぜ。まあたまにはいいんじゃないのか。いい匂いがプンプンするな。なれねえもん食って腹壊すなよ。それお前だろう。こんな店にこんなメニューあったか。なんか期間限定でヨーロッパからシェフが来てるらしいぜ。今だけ本場の料理が食えるんだとよ。何食おうかな。メニューに写真がねえからよくわからん。じゃあ俺は本場サーモンのマリネ、海の妖精仕立て、キャビアを添えてってやつにするぜ。お前それ何が出てくるか分かってんのか。そもそもなんて言ったのかわかんねえよ。なんだとてめえ、もう一遍言ってみろ。お前が言ってみろよ、さっきの注文よ。だから本場サーモンのマリネ、海の妖精仕立て、キャビアを添えてって言ってんだろ。やっぱ分かんねえよ。そりゃてめえの耳がおかしいからだろ。キリュウさんなら分かるよな。ああー、本気モードの藤波、冬の津軽海峡仕立て、荒波を越えてだろ。俺全く意味が分からねえがよ。なんか強そうじゃねえか。全然ちげえよ。何一つあってねえ。なんだよ藤波って。お前が言ったんだろ。言ってねえよ。たくもういいぜ。だいたいお前らにだけは聞きづれえとか言われたくはねえんだよ。お前らだっていつも何言ってんだか分かりゃしねえじゃねえか。そんなことはねえよ。じゃあ天竜、そのメニューにあるシェフが一言読んでみろよ。お安い御用だ。皆様の心を震わせられる料理を目指しております。前菜からデザートまで断りの素材を使い、美味しさと笑顔の絶えないお時間を提供いたします。大切な人との素敵なおめでになりますように。なじゃねえよ。全然わからんわ。シェフの気持ちが何も伝わってこねえぞ。それはお前らがこざれたコメントに慣れてねえからだろう。キリュウさんにはちゃんと聞こえてたよな。え？じゃあシェフの締めの一言言ってみてくれよ。大切な人との素敵な思い出になりますようにだったか。そうそう、大正解だよ。マジかよ。キリュウさん、こっそりメニュー見てねえよな。見てねえよ。なんで素直に信じねえんだよ。あんなの普通聞き取れるか。まあ伝わりにくいコメントを載せたシェフも悪いな。いや悪いのはお前の滑舌だろ。シェフのせいにすんな。黙って聞いてらすくほど言いやがって。何言ってんだか分かんねえのはお前もだろ。おいおい、お前らと一緒にすんじゃねえよ。じゃあお前早くす言葉でも言ってみろ。そうだな、ちゃんと言えりゃ文句はねえ。なるほどな。たく仕方ねえな。よく聞けよ。カエルピョコピョ、カエルカエルミョコ、カエルミョコミョコミョコピョ、まあ言えないなこれ。
なんだってどうだいやどうだじゃねえよ全然言えてねえじゃねえかうるせえこれ案外難しいんだぞそんなん言うならお前ら早口言葉言えんのかよどうなんだいいだろう生ぐ生生麦生米生卵生麦ににゃににゃまににゃ生麦生米生卵生麦ににゃにゃまににゃめ生麦生米生卵生麦ににゃににゃまににゃめ青巻紙赤紙紙キワキマギ青巻紙赤巻紙キワキマギ青巻紙赤巻紙キワキマギ言えるわけねえだろこんなもん早く言えりゃやれんのかおいてめえさっきと言ってること違うじゃねえかうるせえまあまあ落ち着けお前らそうは言ってもよ桐生さんよし俺が手本を見せてやろうえいいかよく聞いてろよこれが本当の早口言葉だ赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ赤パジャマ青パジャマ黄パジャマすげえしっかり聞き取れるぜくやっぱ桐生さんにはかなわねえな俺たちもまだまだのようだそのようだなだがこのままじゃ終わるねえ次こそきっちり言ってみせるぜああそうだなとりあえず今はちゃんと料理を頼まねえとなすいませんあのマリネのなんとかかあんなのお前注文できるのかよおう大丈夫だいい顔つきになったじゃねえかこれをください言わないのかよはっはっはああ行こう桐生さんああこの連中で酒飲むなんて初めてだなおいろいろやったがあんたらとは一度腹を割って話したかったからよああ楽しく飲もうぜなそうだなうん、うん、どうかしたか兄さんなんや武藤の顔が妙にツヤツヤしてる気がしてなそうなのかえそうすかそういえばお前この間女はべらかして待ち歩いてたそうじゃねえかなんだとお前抜け駆けかこの野郎くっ別にそんなんじゃないですよただモテる話術ってやつを試したらうまくいきましてねモテる話術やとコンビニで買った本に書いてたんですけどこれが効果てきめんでおう実際昨日も二人引っ掛けましてならグッダグダ言ってねえでさっさとその話術教えろタコまあまあ長州さんそんなに切れないで切れちゃいねえよ女を口説くさしすせそって知ってますさしすせそええ要は殺し文句みたいなもんです聞いたことないわほんじゃさはなんやねんさはですね探したよです
んだそれお前。デートではぐれたりした時に優しく言うといいみたいです。安心感と求められてる感がいっぺんに来るみたいで。探してりゃモテるなら俺だってモテモテだよ。うちの西田も探したで言いながら借金女追いかけとったけどさっぱりモテとらんかったで。それはただの取り立てだろう。大体なんでいきなりデートしてる前提なんだよ。デートにこぎつけるまでの手こうしんか。まあその辺はこれから伝授するんで待ってくださいよ。だが仕方ねえな。じゃあ死はなんだよ。桐生さん分かります？死にてえやつだけかかってこいだな。おお、確かにグッときたぜ。なるほど、そういうことか。いや、そういうことじゃないです。それマジの殺し文句じゃないですか。正解は幸せにするぜです。なんだつまんねえな。そんなんでモテるなら苦労しねえで。俺に言われても。じゃあさあとシーまで来たから次はスーやな。スーはあれだな、好きだだろう。ああなんかそれっぽいな。くっ、惜しいっすね。でも違うんですよ。だとてめえ惜しいなら誰にしろ。天竜さん、これそういうやつじゃないんで。スーは好きになってもいいですかですよ。やっぱりほとんど正解じゃねえかこの野郎。いや、ここはあえてはっきり言わずに腰を低くするのがミソなんです。その方が誠意が伝わりやすいって本に書いてあったんです。好きになってもいいですか？何やお前、ちょっとモテそうやんけ。そうだな、これはあれだな、イケメンってやつだな。なんかだんだん分かってきたぜ。おい、次教えろよ。次はせいか、何も思いつかねえな。あ、どないしたんや、キュリュちゃん。あーすまん、ちょっと意識が飛んじまってた。まだまだこれからなんだから潰れないでくれよ。正解は世界中の人間を敵にしてもお前を守るぜですよ。男の覚悟の強さに女はメロメロになるみたいっすよ。なんだよそれ、俺が言おうと思ってたのによ。嘘つけ。なんつうかモテるってのも大変なんだな。くっ、ああ全然わかんねえな。最後の一つは何やねん。だーせキザなやつなんやる。チョスさん分かります？そりゃお前もう一つはあれだな、あれだよ、うん、どれやねん。見当もつかねえよ。最後のソは何なんだよ。ムト、どうなんだ。ソはそんなことないよです。何？はあ？なんだそれ？そんなのでグッとくるのか？ガッテン。女の愚痴を聞いて優しくフォローできる男がモテるらしいんですよ。納得できねえぞ、武藤。んなこと言われても。だがこれの世間ではモテる男ってことだろう。だとしたら理解できねえ。俺らがモテねえってだけなのか。お前らそんなことねえよ。え？お前らの男気は俺がよく知っている。他のやつにはね、自分だけの魅力ってもんを見せてやるんだ。そうすれば女だって放っておくわけねえさ。キリュウさん、今ちょっとキュンと来てもうたで。そんなことないよ。か、確かにそう言われたら惚れるかもな。やっぱこのさしすせそはモテへの近道かもな。ああ
なんだか胸が高鳴るぜ。それ不整脈じゃねえのか。ぶっ殺すこの野郎。よっしゃ、ほな明日からサシスセソを実践してモテまくりや。なあ、ゲットヒム。ゲットヒム。ハハハ。